こんにちは、こんばんは、甘栗です。皆さんはサブウェイはよく利用しますか？正直私はあまり利用していません。というのもですね、初めて私がサブウェイに行った時はドームでのスポーツイベントだったのですが、年に一度程度の特別イベントだったので、普段からドームで営業している場内飲食売店の他に、特設の出店のようなものがいくつか出ていました。私が初めて行ったサブウェイはこの特設のサブウェイだったんですよね。イベントの間だけ営業する形のお店だったので通常の店舗とは違い、あまりカスタマイズができないようだったので、そのまま一番スタンダードなやつを頼みました。前から興味のあったサブウェイだ、と思い、心を躍らせながらかじると、一口麺にシャリ、という音がしました。玉ねぎだ。そうなんです。私甘栗いい大人の癖して生の玉ねぎが大の苦手なんですよね。玉ねぎだけ避けて食べようかな。と思ったのですがバンズを開いてみると中にはぎっしりと玉ねぎが詰まっていました。さすがに避けられる量じゃありませんし、残すのは食べ物を無駄にすることになるので避けして食べましたが、正直かなり辛かったです。完全に私の確認不足ですし、普通の店舗型サブウェイは苦手なものを抜くことができるので問題ないはずなのですが、どうしてもサブウェイのサンドイッチを見るとトラウマが蘇ってしまうんですよね。皆さんはサブウェイに限らず、苦手なものがある場合は事前に確認するようにしようね。でも、サブウェイはポテトなどのサイドメニューも非常に美味しいのでサンドイッチ以外のメニューではたまに利用します。今度、トラウマ克服のためにサンドイッチも頼んでみようかな。もちろん玉ねぎ抜きを注文します。何かおすすめのサンドイッチがあったらコメントで教えてね。というわけで無駄話終了。学校の先生と買って授業前に無駄話をする先生が多くて、学生の頃はなんで早く始めないんだろう。って思ってたけど、実際講座をする側に立ってみると、無駄話をしたくなる気持ちがわかりますね。と、また話がそれそうなのでそろそろ本題。今回は先ほどから話していたサブウェイの作り方をご紹介します。サブウェイの外観って、シンプルだけどおしゃれな店舗が多いですよね。深緑が大人っぽい落ち着きを出していて、すごく好きです。今回はマイクラなので大人っぽい雰囲気までは再現できませんでしたが、街などに建てると、緑の看板がいい感じに景観に溶け込んでくれると思います。簡単なのでぜひ作ってみてね。というわけで長くなりましたが建築パートに行ってみよう。まず、幅 30×奥行き15で灰色のテラコッタの枠を作ります。お店再現シリーズは久しぶりですが、正直このシリーズネタ切れ感を感じています。というのも、誰もが知っている店で、かつマイクラで再現できそうなものってあまり思いつかないんですよね。大きすぎるものだと講座には不向きだし、看板のデザインが細かかったり曲線が多かったりするものだと、そもそも再現が難しくなります。となると私一人の頭ではなかなかアイデアが出てこないんですよね。皆さん何か作ってほしいものがあれば気軽にコメントしてね。向かって右手前に移動します。角から4ブロック目の位置から左に12ブロック壊します。端に緑色のコンクリートを1つ置き、右に向かって2、4、2の間隔を空けて緑コンクリートを3つ設置します。緑色のコンクリートをすべて上に4ブロック伸ばし、上ですべてつなげます。この緑色の部分が入り口になります。続いて、灰色のテラコッタを緑色の柱から1ブロック開けておき、そこからさらに1ブロック開けてもう1つ、隣を2つ壊します。1つ飛ばしてもう2つ破壊。灰色のテラコッタを1つ置き、1ブロック開けてもう1つ設置。こんな形になります。続いて、今設置した灰色のテラコッタを緑色のコンクリートと同じ高さまで伸ばします。この柱も緑色のコンクリート同様上で全てつなげます。右側も同じように5つだけ柱を立てます。そして上を T 字になるようにつなげます。一度正面から確認しましょう。わからない人は一時停止してみてね。右側面に回って、正面側と同じ要領で、角から1ブロック開けて灰色のテラコッタの柱を、そこから2ブロック開けてもう1本、
これを左右対称になるように反対の角からも行います。上をつなげます。こんな感じ。正直柱の間隔は多少違っても全く問題ないです。反対側側面も同じようにやりましょう。やってる内容は全く同じですが、復習のためにカットは使いません。一度で完璧に理解できた人は10秒スキップを。オッケー。背面側に回ります。こちらもさっきまでと同じように柱を立てて、2ブロック開けてもう1本上で繋げます。反対側からも。そしてその左右の柱を上で繋げます。正面に戻りましょう。骨組みができました。ここまでで一度確認してみましょう。同じようにできていれば次へ。灰色のテラコッタの枠の内側をレンガブロックで埋めます。ここは単純なので早送り。ついてこれない人がいたら 0.5 倍速で再生すると等速で見れます。いつも言ってるけど、この早送りの音、気持ちいいよね。オッケー、外壁完成。緑色のコンクリートの上に、幅10ブロック×高さ2ブロックで緑色のコンクリートを置きます。ここがサブウェイの看板部分になりますね。こんな形になれば OK です。続いて、灰色のテラコッタの上すべてにレンガブロックを一周させます。続いて、今置いたレンガブロックの上に尖れた砂岩ブロックを置きます。オッケー。そして、レンガハーフブロックで天井を埋めます。全然建築と関係ないのですが、最近ハイピクセルサーバーという私がお世話になってるサーバーにスカイブロックというゲームが追加されました。このゲームが本当に面白くて、生声チャンネルの方でほぼ毎日投稿してるくらいにドハマりしています。対人戦ミニゲームなどと違って、自分のペースでまったりプレイできる系なので、興味のある方はぜひプレイしてみてください。もしかしたら、そのうちこっちのチャンネルでスカイブロックの島に建築をする動画を上げたりもするかもしれません。ほんと。スカイブロック最高、尺稼ぎも限界なのでカット。天井を埋め終わりました。結構全体が見えてきましたね。続いて入り口部分にオーニングテントをつけます。ダークプリズマリンの植え付きハーフブロックをこの緑色コンクリートに合わせておいて、その1ブロック手前にダークプリズマリンの下付きハーフブロックを置きます。最後に入り口部分のガラスと窓ガラスを貼っていきます。まず1段目に白色の板ガラス、その上に緑色の板ガラス、そしてその上を無色の板ガラスで埋めます。入り口部分に移動して、こっちも同じように白色板ガラス、緑色の板ガラス、無色のガラス、と置いていきます。真ん中の部分も基本は同じですが、すべて埋めちゃうと中に入れなくなるので、中に入るためのスペースを空けておいてください。こんな感じで中に入るイメージです。もう一段足した方がいいかな。はい。これで建築はほとんど終了。あとは看板部分の旗を作るだけです。というわけで旗織り機登場。基本的には画面を見ていればわかると思いますが、旗織り機がないエディションの方や、早くてわからないという方のために画面右側にレシピを貼っておきます。
統合版で遊んでいる方にとってはクラフトレシピは関係ないので気にしなくて大丈夫です。正直、バージョンがアップデートされるたびにビタやプス4と PC 版や統合版との差がどんどん開いていくと思うので、これからもマイクラを続けたい、と思っている方は統合版か PC 版に移行することをお勧めします。スマホやタブレットがない方はスイッチでもできますし、お金がない方でも PE なら確か800円くらいで買えます。まあ、学生さんにとっては800円も少し高いかもしれないけどね。私はすでに PC 版のマイクラを3つ、民衆版を3つ、PE を2つ買っていて、1万円以上かけていますが、正直全く後悔してないですし、それ以上の価値があるゲームだと思います。本当に良いゲームと出会いました。マイクラのおかげでこうして皆さんに知ってもらうこともできたしね。話は変わりますが、以前からコメントで Twitter 限定建築講座をヨウツベにも上げてほしい、というリクエストがあったのですが、ヨウツベに上げるほどでもない講座を Twitter に上げていたので、それをヨウツベに上げ直しとなると本末転倒なんですよね。それでも、Twitter をやっていないから見れない、という人もいると思うので、代わりに生声チャンネルの方で Twitter 限定講座を投稿しようかなと思っています。すでに3、4本収録しまして、そのうち上げると思うので上げたらこちらのチャンネルのコミュニティ機能を使って報告します。コミュニティ機能、たまにはチェックしてみてね。まあ、普通に生声チャンネルを登録してくれても構わないんだけど、というわけで旗が完成しました。こちらを看板の位置に貼っていきます。SUBWAY サブウェイ。というわけでこれにて、サブウェイの完成です。おう！すみません、アボカドサンドを一つ。あ、玉ねぎは抜きで。ありがとうございます。よし、サブウェイリベンジだ。今度こそ美味しく食べられるわず。トマトアレルギーなんだった。というわけで今回はサブウェイの作り方を紹介してみました。前回のお店再現シリーズではホッカホッカ亭を作ったのですが、ジェネレーションギャップのせいかホッカホッカ亭を知らないというコメントが多く、再生数も他の動画と比べてかなり低い結果になってしまいました。まあ、ある程度は予想してたんだけどね。今回のサブウェイはさすがにみんな知ってるよね、と思って作りましたが、地域的な問題もあるでしょうし実際のところどうなんでしょうか。コメント欄を見るのが楽しみです。それでは今回はこの辺で、バイ。